いやー久しぶりです。いろいろありましてね、話すと長くなりますから、今日はシニアの手品教室ナンバー104ボールのテレポート。まあ、最近ですね、ちょっとねマジックを作ってみたんで、今日はやってみたいと思います。お楽しみください。後半の方に演技の解説と、それから作り方をですね説明します。手短にやりますんで、よろしくお願いします。こちらにですね、ピンク、イエロー、ブルー、このように並んだボールがございます。こちらにボールを開けておきますね。はい。そしてこの透明の筒に黒い筒をかぶせます。まずイエローを入れます。今イエローが下になりましたね。次がブルーを入れます。そうするとイエロー、ブルー、そしてピンクを入れます。この不思議な輪を通しますと、さあ、チェ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 、また元の通りにピンク、イエロー、ブルーに並んでいるではありませんか。これ私見た時本当にねびっくりしました。はい。さらにですね、この3つのボールのうち、はい、ピンクのボールをこの黒い筒の中に入れます。入れておまじないをかけますと、このピンクのボールが消えてしまうんですね。消えてどっから出てくるかというと、こっから出てくるんですね。はい。今日はこちらのボールのテレポートね、やり方を説明します。まずこのようになってますね。でこちらの筒にはピンク、イエロー、ブルーと入れておきます。ここまではよろしいですか。そしてもう一つピンクのボールがあったんですね。でこのピンクのボールをはい、ピンクのボールはこちらの仕掛けのある筒に、はい、このように前もって入れておくわけなんですね。そうするとこのイエローを入れてももうピンクが下へ来てます。そして2番目にイエローが来るわけなんですが、イエローはこのように上で止まってますね。そしてこちらのボールを入れると入れますね。はい。さらにこれを入れると一番上にですね、これがこのように止まってるわけです。あ、ごめんなさい、これを入れなきゃいけなかった。はい、こうなってるんですね。それでこれを開けるとまた元通りになるわけなんです。はい、とっても不思議な現象ですよね。でさらにですね、このボールを使うわけなんですが、こちらの
中のピンクだけをこの黒い筒に入れます。ありますね。そうするとこの脇にですね袋を作っておくんですね。でこれを後ろにこう移動してきてストンとボールだけを下に落とすんです。そうすると消えたように見せるんですね。そしてこちらのピンクのボールを下に落とすとこちらにテレポートしてくるというわけなんです。さあこのマジックの今から作り方を説明します。まあ大体想像がつくと思うんですが、まず用意するのはボールがピンクが2個と、はい、イエローが1個、そしてブルーが1個ですね。それからこれは何で使うかというと、ボールがねテーブルから落ちるんで落ちないようにするためにこのリングを使ってます。だからリングじゃなくてもロープでもいいですね。これが落ちないように気をつけます。よいしょ。それでですねこれの作り方なんですが、これははい、この透明のね書類でねこれを使ってます。これをこう適当な大きさに切って、そしてクリップで止めてるだけなんです。これまあ本格的にやるんでしたらね、両面テープあるいはセロテープでちゃんとやった方がいいと思うんですが、まあ仮に作るんだったらこういう感じで作れます。はい、でこれにボールを入れておきますね。こうですね。はい、これでこっちは出来上がりで、これですねあんまり小さくするとボールがね落ちないんで、はい、適当な大きさにします。そしてこちらの方の作り方なんですが、こちらの方はやはりクリップで留めてありますね。でこんな感じです。はい、ここがですねちょうどボールが止まるようにこれスポンジですね、スポンジを両面テープで貼り付けます。この間隔もボールを入れながら調節してくださいね。でこれが一つ落ちましたね。これがすっぽりこう入るように作ります。で、ここにクリップで止めまして、もちろんこの透明のね筒よりも大きめに作ってくださいね。でこういうふうに作ってボールを落ちてしまったね。はい、一番下がピンクでしたよね。ピンク、それからイエロー、ブルーと、はい、でこのボールはここにあらかじめ入れてセットしておきます。